今回は大根しめじと鶏ひき肉のトマトそぼろ煮を作ります。それではスタート。玉ねぎ1/2個薄切りにします。炒めやすいようにほぐしておきます。ピーマン1個、種とワタを取り除きます。縦半分に切って幅1センチくらいに切ります。しめじ1/2個丁寧にほぐしておきます。プチトマト6個くらい半分に切ります。大根10センチくらい皮を剥きます。縦半分に切って、さらに縦半分に切って、さらに縦半分に切って、一口大のいちょうに切ります。油を引いて熱くなったら、鶏ひき肉 150g くらい色がつくまで炒めます。粗い塊に切りながら炒めます。酒大さじ 1/2 なじませます。玉ねぎを炒めます。少ししんなりするまで炒めます。塩コショウを少々なじませます。大根を炒めます。大根が少し透き通るまでしっかりと炒めます。しめじを炒めます。香りが立つまで炒めます。水 100ml、 醤油大さじ1、砂糖小さじ1、コンソメ顆粒小さじ1/2混ぜ合わせます。5、6分煮ます。生姜少々、にんにく少々混ぜ合わせます。トマトジュース無塩 200ml 沸騰させます。蓋をして15分程度弱中火で煮込みます。途中で混ぜます。混ぜながら少し煮詰めます。大根が柔らかくなったらピーマンを加えます。トマトを加えます。さっと炒めます。
一旦火を止めて水溶き片栗粉を少しずつ加えます。火をつけてとろみをつけます。器に盛り付けます。これで完成です。